見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。11月30日に立憲民主党の新代表となった泉健太氏は、47歳にしてすでに当選8回を数える。その泉氏の牙城で過去、泉氏に戦勝しているのが自民党の元衆院議員、宮崎健介氏、40、だ。自らの不倫スキャンダルで016年に辞職した宮崎氏。公募に応じて京都3区、京都市伏見区など、から初出馬した1年は16票差の大接戦の末に泉氏を破り、14年は約4500票差をつけてどけた、泉氏はいずれも比例で復活。泉さんは選挙の申し子というか、非常にパフォーマンスが上手い人。とにかくやりにくい相手でした、と宮崎氏は振り返る。週末に地元を回るとオフィシャルな式典では必ず会いました。お祭りは、彼は本当にめちゃくちゃ回ってましたね。祭りに行けば泉氏は、自ら焼きそばを地元の支持者らに振る舞う。ダブルコート焼きそばの健太、って言われてました。お前も焼きそば焼けって周りに言われて、すごい抵抗感あったんですけど、祭りではもう焼きそばの焼き合い合戦でしたね。宮崎氏は、地元で髪を切るときは店を変えなかったが、彼は同じ床屋さんにほとんど行ってないんじゃないですか。毎回、行くところを変えて、いつも刈り上げが青々としてました。それぐらい選挙対策は徹底してましたよ。その代わり、政策に対するこだわりは特に感じなかったという。前原、誠治、さんだったら外交や安全保障、山井、和則、さんなら社会保障、じゃあ泉健太は何なのかな。と、バランスよく政策を分かっているんだろうなと思う反面、何が得意分野かは、分からなかったですね。新代表としての人事に、らしさ、が出たと見る。挙党一致でやってくぞって言って、代表選で戦った人たちを執行部に入れた。八方美人な泉さんっぽいと思いました。来夏の参院選に向け、野党協力はどうなるのか。政党である以上、何を目指すのか、明確に示さないといけない。特に日米同盟のところなんかは、共産党と意見が異なる面があるじゃないですか。でも彼は、票投視点の、どうなのって感じで、のらりくらりかわしながら、非常にデリケートな舵取りをそつなく、玉虫色の協力体制をうまいこと作って、選挙の実を取りに行くと思います。そういう能力には、彼はたけていると思います。